9時45分安行き。今11時のバスに乗るのでちょっと急ぎます。北側出口。時間があれ11時15分あれ思ってる時間と違う。これかな。今からですね、JA に行ってですね、今日の食材を買ってきます。今日はほとんど何も食材を持ってきてないのでゲットしたいです。晴れてきてよかったな。なんかめっちゃ曇ってたからどうなるかなって思ったんですけど、もう着きます。キテカーナ産地直売所キテカーナ。髪型うなけないやん。めっちゃ混雑してます。めっちゃある。タケノコ安いな。何買おうかな。いちご、あ、美味しそう。いちご買おうか。そんなに食べられへんけど。とりあえずお昼ご飯。フナの煮付けやって。フナあったかい。まだ近江牛丼食べた。これ買おうかな。2つにこれ気になる。ニブナ切り付け。どれにしようかな。三色団子。買い物終わりましたので、今から観光地の方へ行きたいと思います。近江八幡で有名な八丁堀っていうところ、八幡堀か、ちょっと堀の方へ、そこでお昼ご飯食べれたらいいなと思うんですけど、この堀の方、八幡堀、八幡堀、八幡堀、こっち行ってみます。桜の跡がめっちゃ残ってる。八幡堀。ここが広々してるから、この辺で食べようかな。あそこに椅子とか。ただきます。20。ご飯めっちゃ入ってる。バスに乗って駅に向かって、そこからですね、またバスに乗ってキャンプ場の方へ向かいます。いい夏なのに。これメンタームやインソレータムじゃなくてメンタームの方。1時21分。今ちょうどバス行き過ぎてしまった。8万円。滋賀って左側なんやな、こっちの。大阪は右側やけど。南口の方に行ってバス停にのバス乗ります。うわ、1時間に1本しか。ありがとうございます。いや、いい雰囲気やな、この辺も。ここをずっとまっすぐ行って、ほんで左に曲がったら着くみたいです。いい雰囲気。さあ、受付してきます。うわ、まだ餌持ってないのにいっぱい来た。後で来よう。ここに張ってもいいそうですが、広すぎて。どうしよう。広すぎて困るレベル。今日は春のミニマム装備っていうことで、このテント一番軽いやつですね。タンポポ踏まんように気をつけないと。よし、めっちゃ簡単。あっという間に設営完了。このテント一番簡単やわ。すごい。久しぶりにこれ持ってきた。今日は軽量キャンプやから。涼しい。汗かいたな。今日は自作のテーブル。っていうか自作のテーブルしか持ってきてないけど、いつも久しぶりやな。今日は春の軽量キャンプやから。ですよ、第2弾。ティリティリティリちっちゃめにしました。いい感じ。もうすぐ4時で気温が28度。ちょっと湿度高めかなきゃ汗がよう出るわ。暑いよ、髪の毛がもうこんな跳ねてしゃあない。音なんも入らん。これ久しぶりにこうやってで。こうか。2年ぐらい前に買ったキャンドルランタン全然使ってないね。小腹が空いたからお茶にします。今日はここにいろいろ入れてきた。抹茶の粉は小分けして、これぐらいか。タンポポがここにいっぱい咲いてて綺麗やね。タンポポキャンプやな。わっくん早っ。お菓子はこっちとここ。2個乗せとこう。お腹すいた急に。急にお腹すいてきた。やっぱ湯加減すごい大事やな。いい感じや。さあもういいかな。よし、いい感じ。ではいただきます。おいしい、おいしい。団子。いただきます。あ、うん、ま。美味しいですけど。うん。合う合う。もう2本ずつ。